新日本プロレス京都決戦メインイベント、歴史に名を刻むのはベストオブザスーパージュニア優勝決定戦60分一本勝負を行います。長谷は長谷ステージ95キロ柿原正人、初優勝を目指します柿原正人。青コーナー長谷ステージ92キロ金本浩二、初の2連覇なのか金本浩二。さて小鉄さん、はい、ポイントを一つお願いします。そうですね、先ほどね、はい、決勝のですね、第1試合第2試合、これがね多分で響いてきますよ。でもそれお互い様ですよね。そうですね、ただその膝、両者とも膝を狙われたら危ないですね。さあ頂上決戦、2003年6月11日午後8時29分、今運命のゴングが鳴りました。ベストオブザスーパージュニア、さあその頂点に君臨するのは柿原なのかそれとも金本なのか。柿原さん、はい、今ね、試合始まってまだ一歩経ってないでしょ、はい、金本はちょっとうまさを見せたんですね。と言いますと、お客をね全部自分の方に引っ張り込んだんですよ、はい、今お客様の向かってね、応援してくれよっていうようなね、はい、手を挙げたんでしょ、その金本のコールが鳴りましたね、お客様から。あ、なるほどね、これで少しね金本有利ってなるんですよ。これがね、そうですか、このプロレスのね、はい、醍醐味っていうかね、その真理ですね。お客様に後押しをされるという部分があるわけですね、はい、今の時点ですよ、今の時点で金本が有利っていう感じですね。あ、なるほどね、今の段階ですよ、はい、今始まったばかりです。2003年ベストオブザスーパージュニア、5月23日から開幕をいたしました。今日6月の11日決勝に駒を進めていったのはこの2人の選手。さあどうか、柿原は明を、そして金本は杉浦を準決勝で下しました。そして決勝進出。しかし小鉄さん、はい、ジュニアのチャンピオンのタイガーマスクはおりません、常連のライガーもおりません、はい、それだけこのリーグ戦というのは、はい、いつもにも増して激戦だったということですよね。もちろんそうですね。ですからね、はい、これから来年再来年ってなったらね、はい、もっともっと熾烈になりますよこれ。あ、どん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 レベルが上がってますもんね。高い、年々高くなりますね、そうするとね、僕たちも解説者になってきてですね、誰が優勝に、ね、出てくるとこれこそも難しいし、はい、レベルが上がることって逆に言ったらですね、お客様も嬉しいですね、はい、見応えがありますよ。ありますね。さっきの決勝進出のね、はい、決めるその2試合もですね、はい、本当に最高の試合を見せてくれましたね。そうでしたね。そして小鉄さん、はい、くしくも我々の予想が今のところ当たっております。そうですね、小鉄さんは柿原、私は金本、はい、さあどのあたりがポイントとなってくるのか。さあ首を取った、満員の京都市体育館、初の連覇なるか金本浩二、初優勝なるか柿原正人。さあ膝十字に入りますが、ここはどうか。金本は現 IWGP ジュニアタッグチャンピオン。さあ柿原コールです。場内は柿原コール。さあどうでしょう、柿原のセコンドにはアキラ、そしてスタンピートキット、タイガーマスク、そして成瀬とおります。そして金本浩二のそのセコンドには天山、邪道、下道、そして広斎藤、後藤達俊見守っております。さあグランドでの展開となる、非常にレベルの高い攻防です。足観察を取りました。ここからどうするか。まずは蹴り倒していった、ともに手負い状態、膝を痛めております。準決勝で膝を痛めました。さあ膝十字、おっとちょっとすっぽ抜けたか、上になる。さあ三角締めか、三角を狙っていくか、三角だ、三角締め、ちょっと崩れたか、上になる、上になる、上から潰すように、これを切り返していく金本。
足を取っていく。上になった、上になりました。ディフェンスを取ります金本浩二。お互いにね、宮田でも俺のが一枚上だっていうのを見せようとしてるんですよ、お互い。なるほどね。さあここでサイドを取りたいところ、ガードポジションを取っている、この下になっている金本浩二。さあここからどうするか、足を中に入れました、あえて中に行って、さあサイドを取りたいところ、サイドポジションを狙っていきます柿原。さあ今度も三角決めを狙っていくのか、金本浩二、上になっているのが柿原。さあどうする、いや今年さん非常にこの緊迫感がありますね、はい、ありますね、いい攻防ですね。そうですね、はい、金本は何を狙ってるんでしょう。いや先ほど言いましたよね、はい、お互いに寝技でね、はい、俺のが強いってことを見せようとしたんですよ。そうするとね相手に圧迫感というんですかね、やろうとしてるわけですね。なるほどね。ですからこの攻防はね、はい、後に最後に決まって、はい、なんですかね、決まってくるんですよ。負担かかってくるんですね。なるほどね、はい、これはねすごいスタミナいるんですよ。フィニッシュへ向けての序曲なのか。さあ今度は上になった、足を固め、今度は首を取りに行きました金本浩二。そして腕も取りに行きました金本浩二。サイドを取っております。さあこの体勢からどうするか、ねじり上げますと袈裟固め。リングの中央やや近いところ、金本浩二がさあ袈裟固めの体勢に取る。これからどうするか。さあそしてカバーの体勢、いや行きません。さあどうか。さあ逆十字、逆十字、体を反転させるバックを取る。おっとニュートラルです、一旦ニュートラル。いや小手さん、はい、まあ、2人の表情から笑みが漏れました。これはなかなかやるじゃないかと。そうですね。そしてその直後、右のミドルキックが出ました金本浩二。小手さん、先ほどの膝のダメージはどうなんでしょう、大丈夫なんでしょうか。隠してますね。隠してますか、はい、あえて軸足になりますこの左の膝。右の蹴りを放っていきました、ローリングソバット。かかと落としです。サバクレフリーレッドシューズ運の右のミドルキック、あ大車輪キック、側頭部をえぐっていきました。さあ金本カバーです、しかしカウントワンです。さあ正面から抱え上げる、先頭を見せます。ロープに走る膝、膝が顔面を捉えました。小手さん、ここまでの攻防はどちらが有利と見えてますか。金本が少し有利になってきましたね。柿原が押され気味になってますけど、まあ、このままで済まないと思うんですけど、はい、さあ金本が行きます。ためを十分に作りましたドロップキック。2連敗からここまで上がってきました前年度の覇者この金本浩二、連覇という金字塔を打ち立てることができるか。顔面ウォッシュだ、顔面ウォッシュ、顔面ウォッシュを見せます。おお、今度はどうか、これカウンターだ、かかと落とし、まだ死んでいません柿原。ローリングソバット、膝を当てる、かわず泣きからかわず落とし、今度は膝十字か、膝
膝十字に取ります。さあロープにやや近いところ、ライガーもこの金本のセコンドによります。さあどうか、ロープにやや近いところ、金本浩二か滝原正人か、さあどうか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 、リングの中央に持っていった。小鉄さん、これはどうですか。厳しいですけどね、さあこれはね、決められなくても、はい、決められたらも我慢していかない、今みたいに歩いていかないと、はい、じっとしたら決まっちゃうんですね。そうですね、ようやくほふく前進。この決勝戦は60分の一本勝負、逆十字に取ります。さあ切れるか、切れた、上になるスリーパーだ、リングの中央スリーパー、足を取る、膝十字に取ります。小野さん、両者ともこれはギブアップ狙いなんですかね。そうでしょうね、相手からギブアップと声を聞いて完全勝利を狙っているんでしょうか。さあ金本、場内の歓声は二分されています。いい攻防ですね。そうですね、さあ今度はヒールか、ヒールホールドに入りそうだ。あー、ロープエスケープ、一旦ブレイク。非常に高度なこのレスリングの攻防があります。右のロー、ミドル打ち合いだ、逆水平かわした、かっきり勝った、これでどうだ、危ない、カウント2、カウント2。さあ場内足踏み、さあここに来て柿原逆襲、張り手、さあ行く、出た、タイガースープレックスホールド、決め手にならない、猛虎原爆がため、カウントは2。さあ勝利を確信したその笑みなのか、アンクルホールド、アンクルホールド。さあリングの中央、伝家の宝刀アンクルホールド。さあ寝かせてしまうか、さあ厳しくなりました。さあ小鉄さん、厳しいですね、厳しいですね。さあ場内は柿原コール、粘ります、粘ります。さあ今ライガーもかなり熱くなっている、セコンドのライガーもかなり熱くなっている。さあどうだ、あようやく、ようやく今ロープエスケープ。さあしかし小鉄さん、はい、これ金本チャンスになりますね。いやチャンスかもしれませんけどね、かけられてもまだそうはいかないという気持ちあるんですよ。そうですか、だからね、はい、あのに先ほどあのアンクルって、はい、あの逃げ方もう必死もいいところですね、折れてもいいっていう感じですね。さあここからどうするか、抱え上げる、さあ勝負に出そうだ、金本トップロープの上、ムーンサルト、膝が、膝が持っている、膝が待っている。今のきついね、きついですね、膝にも負担がかかっているかと思います。レッグラリアート、ジャーマンは投げっぱなし、左のハイキック、カバー、どうだ、栄冠まだつかめず、まだつか
もセコンドにいる。場内割れんばかりの大歓声、まさしく死闘となっております。小手さん、あとは勝利に対するこれ執着心になりますかね。それともスタミナですね。どうだどうだどうだ。いくか、いった、カウンター。今ね、はい、あの金本防御しましたよ。今の入りましたね。はい、首を決める。かっきり勝った。ポールにはいかない。連発、どうだ、決めた。2003年ベストオブザスーパージュニア、その頂点は柿原雅人。